2012年12月民主党代表選挙は、2012年12月16日に辞任を表明した野田義彦代表の公認を選出するため、2012年12月25日に両院議員総会において実施された民主党の党代表選挙である、海江田万里が選出された。 2012年12月16日に執行された第46回衆議院議員総選挙において民主党は公示前は231議席を有していたが当選が57議席にとどまるという惨敗を喫し自由民主党などによる政権奪還を許す結果となったこのため党代表であった野田義彦首相は同日中に党代表を隕石辞任する意向を表明し これに伴い代表選が行われることとなった。任期は2015年9月末まで。野田の後継総理を決定する特別国会が12月26日に召集されることから、代表選挙は12月22日午前に告示し、午後に両院議員総会において選出されることとなった。しかし12月19日に開催された両議員議員総会では、 2013年1月の党大会で選出するべき、接足にやるべきではない、国会議員だけでなく、落選候補や地方議員も参加できるようにすべきなど、日程や選挙のあり方に異論が相次いだため、12月21日の党拡大役員会において、選挙日程が12月25日へと延期された。総選挙に大敗し、議員数を減らしたため、 立候補に必要な推薦人20人の確保にも苦労する事態となり、また、党の勢いがない状況のため党代表就任が、ババ抜きと形容されるなど、当初は立候補者に名乗りを上げるものがなく、本命不在の選挙と言われた。12月18日には2013年執行予定の参議院選挙における選挙の顔となることも踏まえ、 細野武史政調会長を押す声が広まったがこれを、故事、12月22日に経済財政担当大臣や経済産業大臣などを務めた海江田万里が、また12月23日には国土交通大臣などを務めた馬淵澄夫が立候補を表明した。投票権は、党の国会議員のみに認められた。投票の結果、党内の反執行部派に支持を広げた海江田が、 過半数の90票を獲得し、第10代の党代表に選出された。ありがとうございます。